フィッシャーシュープレボタンだうわー待ちに待ったぞクイズに答えてもらいます。今ついてこれてないでしょ。ついてこれる時が来てほしいのよ。結構行ってきましたね。マジで面白いから読んだ方がいいよ。あー分かった、読んだのかな、読んだんかな。こちら映画化が決まりましたスラムダンクです。本日はテストをしたいと思います。もう1年も2年も前からね、もうこれもう読んだ方がいいよ、これ面白いよって言って漫画買ったよ、そのくらいまで聞いたんですよ。なんでね、5つ号が出てくるね。違います、それ5等分の花嫁です。少年ジャンプで連載されていた漫画です。当時バスケットボールは漫画界ではタブーと言われてました。これをやっちゃったら絶対に売れませんよと言われていた題材で、見事記録的なヒットをした漫画です。曲で言うと君が好きだと叫びたいとか世界が終わるまでだとか、ああいう曲は今でもカラオケでも歌われてる大ヒットソングになってます、うん、アニメになってその瞬間にバスケット人口が一気に増えました。すごいね。単行本、新装版、そして完全版全て持ってるぐらい大好きです。私が今日選んだのは、これだったら答えられるだろうなっていうテストです、うん、おかなり優しめに作ったクイズですので、当然答えられるだろうっていう問題です。多分漫画自体読んだことなくても名言を知ってる人はいっぱいいます。まあ、そういったところからも問題出します。なるほど。はい、それでは問題やっていきましょう。じゃあこれをやれば俺らが知ってるか知らないかぐらい分かると。なるほど、分かる分かる。そういうレベルの問題でしょ、はい、うん、これ分かんなかったらもう何々ダンクって感じ。それはごめん。どういうこと？ごめん、それは俺おかしい。何々ダンクそれはおかしい。1問目、はい、湘北ベストメンバー5人の下の名前を答えてください。これ合ってたらその1人ごとに1ポイント、だからマックス5ポイントです。バスケットはね5人でやる競技ですから、コート上は5人ですからね。下の名前、下の名前、名字じゃない、名字じゃない。なるほど、これは常識問題ですから。下の名前、まあでもね、元木くんちょっとね、同じクラスメイトだったやつの名前も忘れるぐらいだからどうなのかな。こいつやばいよね、マジで。あれいたっけとか言い出すタイプだからな。ちょっと本当だから言い返せないしな。いや、マジで人の名前覚えるの苦手なんだよな。この人ね、モンスターとかの名前はめちゃくちゃ覚えるっていう。カタカナだったら覚えられるんだよ。名前が当たった分ポイントですから、うん、全員書いていた方がいいですよね。初級第一本です。英語で言うところのハローぐらいです。一斉に答えをどうぞ。せーの。はい、マサイ、桜木花道、三井わからん、赤木先輩。そうだよな。まあそうだけどね、超わかる。青峰誰誰。ちなみに先に言うと青峰は黒子のバスケです。元木くん、桜木花道、ルカは楓、誰誰健、誰誰じゃ、誰誰ちょっとドリフターズじゃない。バレたか。下3人はルカワくんいたわ。I'm sorry, but it's evident. Uniform 24. 誰誰翔太、誰誰陽太、誰誰右近次、誰誰宏介、誰誰国彦、縦文字で湘北、やかましいんだよお前。ほら湘北ベストメンバーですよ。いやです、こいつらが湘北と呼ばれた理由、宏介が腹立つんだよ。そう、答えの発表です。はい、桜木花道、うん、これ主人公です。そうなんだよな。はい、マサイくんと元木くんは、1ポイントずつ獲得ですね。てルカは楓、赤木武則、宮城亮太。あー、惜しい。三井久志です。5人のメンバーです。はい、はい、ベストメンバーですね。博多利子じゃん、それじゃん。そいつらが揃った瞬間学校名変わった。早速もうつまずきましたね。はい、まあこれで2回とかバレたでしょ。読んでないよって方でも当たる問題もちゃんと用意してます。ありがとう。はい、優しい。第2問、小暮くん、湘北にいますね、うん、小暮くんのことを花道は何と呼んでいますか。なんて呼んでるか。赤木と同じ3年生です。誰もデーモンって書くね。いや、書かないと思う、多分。それでは回答オープン。せーの、はい、ドン。おたんこなすミッキーハゲ、最悪ですね。最悪です。答え、はい、メガネくんです。あーあー、メガネくんだー。メガネをつけてるんでメガネくんです。絶対読んでないじゃん俺たち。うん、そうだね、絶対読んでないね。うん、でも俺4巻ぐらいまで読んだ。4巻にはもう出てます。ハゲ。おめえだハゲ。では3問目、はい、花道はレイアップを覚えます。このレイアップを何と呼んでましたか。きたー、たまたま知ってる問題きたー。俺これだけは知ってる。このバスケ習ってる身からして、それをその呼び方するんだっていう受けポイントありますね。ちなみにレイアップってどんなシュートか覚えてます。
1,2,3 シュトラベリングですね。あれダメ、3歩目歩いちゃダメ。あ、ダメですか。1,2でゴールに置いてくるようなシュートですね。答えの方オープンお願いします。せーの、はい、はい、ポイ捨てシュート、ダンクシュート、庶民シュート。庶民シュートです。おっしゃー、庶民シュートだ。庶民シュートを覚えて俺のスライダー終わってる。終わったぞ。庶民でもできる普通のシュート、手ぶりシュートっていう意味で庶民シュート言ってたよ。カッコつけたいんだもんな。第4問、桜木花道はジャンプシュートを習います、うん、そのコツは。習ってねえ、ジャンプシュート。あのずっと特訓してたやつだ。普通に飛んで、うん、シュッ。花道はね、ジャンプシュートをね、安西さんから、まあ、学ぶんですけど、2万本打たされます。2万本。一斉に答えをオープンお願いします。せーの、はい、左手は添えるだけ、左手は添えるだけ、左手は添えるだけ。全員正解です。その通りです。誰かとバスケで遊んでると絶対言われるよね。全然言われる。確かに、もうバスケットをやってきたらみんな言われてるセリフです。名言中の名言です。第5問、キャプテン赤木武則がするダンクとブロック、作中では何という技名になってますか。1個につき1ポイント。いやでもキャプテンはふざけなそうだもんね、その感じだと。ブロックってのはシュートブロックですね。それでは回答オープンお願いします。せーの、はい、はい、ゴリラダンク、コンクリート、ゴリダンク、ゴリブロック、レッドダンク、ウッドブロック。多分2人は多分赤木武則が誰だか分かってんだね。うん、君分かってない感じだよね。出たゴリラダンクみたいなさ。ああ、はいはいはい、実況みたいなね。そう言ってた気がする。ダメですね僕は。はい諦めが早い。諦めました。諦めたらそこで試合。でもそれ問題にしてよ。だからならないんですよこれは。なんでだよ。あまりにも名言なので。正解は、はい、出たーゴリラダンク。あ、はい、そしてブロック、出たーハエたたき。あー、ハエたたきだ。6問目、桜木花道が坊主になった理由は何ですか。最初は一巻の表紙ぐらいでリーゼントっぽい髪型なんですよ。なんだけど途中から坊主。それはなぜ。ここは作中の中ではものすごい名シーン。じゃあ読んでたら絶対分かるんですか。絶対分かる。分からないわけがないし。はい、3人悩んでおります。一斉に答えオープン、せーの、はい、負けたら坊主にすると言って試合に負けたから、スポーツマンだから、失恋したから。おまけでまさに正解。やったー、やったー、やったー。自分のせいで試合に負けたから。あー、やったー。赤木武則、自分のキャプテンと敵チームのセンター、顔めっちゃ似てるんですよ。まあ、その人高砂和真って言うんですけど、最後の最後の局面でゴリって言ってパス出した相手が高砂だった。入ったばっかだから顔分かんなかったのか。I'm sorry, best evidence. さすがに練習してるし、顔覚えなすぎじゃない。そういうわけじゃない、うん。第7問目、うわ、もう神奈川県ナンバーワンプレイヤーと呼ばれた海南の選手の名前は何でしょう。ちなみにそこにいたのがそのさっき言った高砂和真。じゃあ高砂はもういっちゃダメ。高砂じゃない。海南のナンバーワン。まああの神奈川県ぶっちゃけ強キャラ揃いなんですけどね。圧倒的なカリスマ性がある。一斉に答えオープン、せーの、はい、はい、信頼智則、うん、七村関海南はじめ。だからあの高校の名前ないよ。海南、海南高校か。海南高校の名前ないの。さっきは5人で背負ってたけど今回1人で背負っちゃった。卒業したらどうするつもりなんだよ。答えは牧真一です。あ、はい、8問目、はい、あ、赤木が海南戦で怪我をしてしまいます、うん、それでも試合に出るという赤木をマネージャー綾子は必死に止めます、うん、ですが赤木が大声でとあるセリフを言います、うん、いいから。この最後の言葉を埋めてください。やっと掴んだチャンスなんだ、うん、って言って無理やり試合に出ようとします。花道は盗み聞きしてて打倒海南って言って赤木の役割を全部自分で担うって言って必死に頑張るっていうシーンです、まあ、それでもやっぱり役不足な部分はちょっとあるんだよね、まあ、赤木が上手いから。それを、まあ、あのライバルでありチームメイトの武漢と一緒に支え合ってやる。皆さん回答をオープンしてください。せーの、はい、いいから止めないでくれ、いいから試合に出させろ、いいから G、 歯の検査みたいなね、うん、そう、いいから G だ。いいから G だ。そう、答え、はい、いいからテーピングだですね。あー、テーピングでガチガチにやってまで試合に俺は出る。なるほど。ちなみに足ぐねって怪我してんのに、あの高砂と張るぐらい強い。やば、めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強いです赤木は。では、はい、
宮城が全国大会山王戦オールコートでディフェンスをされます。前から当たられてプレッシャーをかけられてる最中、宮城亮太はあるセリフをこうポロッとね、頭の中で言います。ドリブルは何々が生きる道。さあ、何と言ったでしょうか。山王戦ラストの今のちっちゃい声の宮城亮太面白いな。おばあちゃんが人の名前覚えるときだもんね。回答オープン。せーの、はい。ドリブルはみんなの思いが生きる道、ドリブルはチビの生きる道、ドリブルは下手くその生きる道。答えを言います。ドリブルこそチビの生きる道なんだよって言って全員抜き去るんで、元木くん正解です。すごーポイント今どんな感じですか。4です。4ポイント2です。2名今4ポイントいますね。はい、決勝戦にします。おお。俺は山王にもなれ、湘南にもなれないの。あの、湘北です。間違えたわそれはやめろわ。ラストの問題です。山王戦、赤木武則が必死に頑張っても勝てない全国屈指の最強センター川田将司っていう選手がいます。その選手に負けそうになった時、神奈川のセンター魚住が出てきます。川田と赤木をある魚に例えます。その魚とは何ですか。2匹答えてください。ちなみに魚住っていうのは、神奈川県でしのぎを削った、陵南高校のキャプテンです。その魚住は、まあ、あの家をね継ぐってなって板前さんになるんで、一斉にオープンお願いします。せーの、はい。マグロとアジ、マグロとサメ、川田にもうボッコボにやられてる赤城、それを見て魚住が華麗な技を持つ川田はタイ、お前に彼なんて言葉が似合うと思うか、お前は彼泥にまみれろよっていうセリフがあります。かっけー。なんでそんなかっこいいこと言えるの。うわー、いやー、でもいいセリフ、めちゃくちゃいいセリフなんです。そんな綺麗なセリフの後に鈴木と伊藤なんて言えないよ。違います違います。もう人っぽくてややこしいです、はい、お前は鈴木だって言われたら違います、ね、違いますよ、ね、それは違うんだよな、はい、違います。まあ、よく伊藤ってね、魚知ってるのね。うん、もう一問ね、出しましょうか。決着決めたいので。花道は背中を怪我してそれでも試合に出たいと言います。そこを安西先生が止めに入ります。まあ、謝ると、怪我していたのは気づいてましたと、ただあなたが成長する姿をもっと見ていたかった、指導者失格です。で、自分をね、憐れむ姿があります。そしたら花道が親父の栄光時代はいつだよ、全日本になった時かとかいろいろと聞きます。俺はと言います。その俺はの後に続く言葉を書いてください。これ2人とももし合ってた場合はそこから連続してクイズ出します。それでは答えの発表です。せーの、でん。俺はスポーツマンですから、俺は今なんだ。正解は俺は今なんだよ。うわー、元木くん正解。すごー、やっとできたぜ、断固たる決意が出てってそのまま活躍する。世界的な漫画なの、これは。ぜひともね、スラムダンク読んでみてください。なんか落ち着いたらバスケもしましょうね。バスケしたい、バスケがしたいんです。バスケが、そうです、したいです。そういうテンションでいこうじゃないんだよ動画見てくれてありがとう。セカンドリー、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。